クリストファー・クラビウスの肖像クリストファー・クラビウスは16世紀に活躍したドイツ出身の数学者、天文学者。名前は本名のクリストフ・クラウを英語式に表記したもの。イエズ・ス会員にして東大随一の科学者で、グレゴリオ歴会歴委員会の中心人物であった。ただし、グレゴリオ歴の提案者はアロイシウス・リリウスであり、彼の死後、 1576年にその案を、海歴委員会に提出したのは、アロイシウスの弟である、アントニウス・リリウスである。インスフェラム・ヨアニス・デサクロボス・ココメンタリウス、1585、ドイツのバンベルク生まれのクラビウスは1555年に17歳で、イエズス会に入会し、ローマに学んだが、情勢の変化のため、ポルトガルへ移って、勉強を続けた。 やがてローマに戻ると、ローマ学院の数学教授に任命された。以降クラビウスは、生涯を通して、ローマ学院の教壇に立つことになる。1579年に入ると、当時実際の季節とユリウス歴上の季節のズレが、問題となっていたため、ユリウス歴に変わる新しい暦の研究、算出を行う、委員会が作られ、その中心的人物としての重責を担った。 こうして作られたのが、グレゴリオ歴であり、1582年に、教皇グレゴリウス13世の正式な認可を受け、まずカトリック諸国で採用された。現在では、世界中でこのグレゴリオ歴が採用されている。他にも数学者として、ユークリッド言論の中解書を記し、当時の世界で広く読まれた。天文学者としても有名で、当時の主流であった、太陽系における、 地球中心説を支持していた。地動説に対しては十分な根拠がないとして、否定的であったが、恣意的に組み立てられたことで生じる天動説の、矛盾点も十分理解、認識していた。当時の学会の重鎮として、若きガリレオ・ガリレイとも親交があり、ガリレオ自身より良い仕事を得るために、クラビウスの協力を求め、クラビウスはガリレオを、 ピサ大学の教授職に推薦している。ガリレオはクラビウスを大学者として尊敬しており、その経緯は生涯変わらなかった。ガリレオが望遠鏡を携えて、クラビウスを訪ね、天体観測における自分の発見について説明すると、当時、ガリレオの発見を高等無形と嘲笑する人々も多かった中で、クラビウスはその説が理にかなっており、 正しいことを認めている。ただ、クラビウスは月面が平滑であると考えていたため、ガリレオのガツの陰影は山脈やクレーターによる凹凸であるという説明には納得がいかなかったようである。月には山脈やクレーターがあるという説をなかなか受け入れられなかったクラビウスだが、自分の名前が巨大な月のクレーターの名前になっているのは、 皮肉なことと言えるかもしれない。このクレーター、クラビウスは、何58度、成型14度に位置し、直径は232キロである。中国での戦況で有名なマテオ・リッチは、ローマ学院での教え子であり、中国トライ語死のクラビウスに、天文学の著作を求めてきた。これに応えたクラビウスは、辞書アストロラビウムを送った。 後にこの書物はリノモにより簡約されて、今外、道のり図説と呼ばれることになる。日本では、転びバテレンになった、クリストバン・フェレーラが、天文学書、健康弁説を作る際に用いた種本の一つが、クラビウスの、サクロボスコ研究論中介と推定される。ありがとうございます。